ただきます。これで足返してもらって、もう一回力ですよ。はい、せーの。これで、さっきは力入ります。で、もう一回ちょっと足を、左足を上にちょっと持ち上げましょうか。上げた感じ、最初と比べてどうですか。こっち痛み自体はないですか。足の痛みはないですか。しゃがんだりするとすごく痛いですよね、うん、あ、膝もきますか、うん、うん、多分膝の痛みはおそらく、まあ、こっちの筋肉がやっぱもうちょっと力出ないから、はいはい、その影響だと思うんですけどね、はい、支えられないんだと思うんですけどね、うん、そうですね、ほぼこっちがやっぱりもう完全に痩せちゃってますもんね、ええ、こっちの筋肉をつけていくために、はい、あのまあそのリハビリで筋トレとかするんですけど、ええええ、あのそのためにあの後でまた書きますので、はい、僕あの方向をね、ええ、であのちょっとこの筋肉がよく働くようにちょっと調整して、はいはい、毎日調整してもらって、はい、それで筋トレしてあげた方が絶対いいと思うんで、はいはい、今ちょっと左腕をですねちょっと伸ばしてからここ上にちょっと持ち上げましょうか。この辺までですね。ちょっと痛いですか、上げると。ここまではいくんですね。重いんですね。重いですね。はい、下ろしましょうか。脳幹って、一番あの深いところあるんですけど、うん、その上にあの視床とか視床下部というところがあるんですね、うん、でそこをちょっとイメージしてもらって、うん、意識してちょっとこの辺ちょっと手で触ってもらって、うん、もうちょっと後ろの方なんですけどね、はい、その辺ですね、ちょっと視床下部ですね、上げづらさも変わらないですか。あんまり変わらないですか。そしたら、ね、今度は一回押しますね。この方がやっぱりですか。じゃあこことその視床下部とあとやっぱり腎臓なんですよね。左の腎臓の影響があるので、そこもちょっと調整してあげてた方が腕もちょっと上がりやすくなってるので、でまあそれはこっち側で、まあ、指をまた多分別だと思うんですけどね、また別のところ、はい、あ、ご指摘されます。これでもう一回ちょっと上げましょうか。腎臓の3つ同じくらいだと思います。うん、じゃあちょっとそこも後で調整しないと、うん、あと宮本の場合ね、そんなあの完全にこうなってるわけではないんで、うん、これぐらいの程度なので、
だからね、もう機能的には多分大体こう回復はすると思うんですけど、ね、回復力、今はその機能的には3ぐらいとしたら、まあ8、まあ9、まあ、10まではちょっといかないかもしれないですけどね、8、9ぐらいまでいくと思うんですけど、一回ですね、ちょっと握ってグッと握ってもらっていいですか。こんな感じですね。はい、握力は1キロぐらい。握力はね、そんな感じですよね。